ケータリングからパチってきたオリーブオイル。いつの多分東京。でもまあまだ賞味期限消えてないし、ギリギリ見えない。なんでよ。入ろうや、一緒にやろうや。やらないですよ。ひどい。存在だけで。もう汗ダッキーなんです。汗ダッキーっていうの。はい、こんにちは、ゆなくんです。ゆなくんです。いや、なんかもうゆいなさん安心感がありますね。まあ怖いことなんと言って。違う、なんでそんなに。え、あれ、肉の投稿めっちゃ良かった。いいのしちゃうの。わろた。ありがとう。マジで美味しそう、うん、ゆいなさん食べるもの美味しい。ラジオまた遊びに来て。え、行きたいですよ。あれ、ね、私が選んでるわけじゃないからさ。そうそうそう。なるほどね。そうそうそう、いい感じにスケジュール開けといて。なるほどね。うん、いただきます。あれ、ラジオで食べる、ラジオしてんのに食べるんですよね。お、絶対こう分からんぐらいの、あの美味しさ伝えるのめっちゃ難しいですね。分からんやん。はい、しかもさ、私今までさ、うんうん、美味しそうに食べることを売ってきたから、自分で。うん、確かに確かに。食レポ難しいねんな。確かに顔映らんから。確かに難しいですけど、なんか画像かなんかで出回ってましたよね。そう、なんか一応さ、終わってから全部これから投稿していくんだけど、うんうんうん、でもな、リアルタイムで、そこでリアルタイムかな。難しいからね。うん、じゃあもう年会、年間外食めっちゃやってるんだよね。うん、ね、何笑ってるんですか。全部食べんの。え、全部食べないですよ。こうやってちょっとずつ。下手くそ。マジでもろ B 型ですよね。え、 B、 O 型なんじゃん、こういうのって。そうなんですか。ゆいなさん何型ですか。何型やと思う。ゆいなさんは、うん、AB やな。なんで。だってどっちもあるじゃないですか。どういうこと。 AB ってさ、 B で A でもあって B でもあるから AB なの。そうじゃないんですか。違うやろ。A です。うん、うん、友達いい人いないんですよ。 B？ うん、ニルさんも B やった気がする。うんうんうん、ニルさんにも一緒のこと言われた。そうですよ、うん、B 同士合わないんですよ。なんか A 型、うん、相性いいやんって言われて。そうですよ、多分 B やった。わかんない、どっちだっけな。え、ミルさん B です。 B 多いんですよね、NB。 なんか B、 A とな、相性いいねんって言ってて、僕は仲良くなった。ああ、季節の変わり目でいきなり鼻詰まりやねんけど。みんなです、ね。やばいよな。うん、今日さ、うん、でも最近もう気温よくわからんくない？わからん。もうわかんわ。なんか服似てません？うん。こういう系は似てるな。色全然違うけど。りなくん B っぽいね。ね、りなゴリゴリの B って言われます。なんで。 B ってどんな感じ。 B は、 B は自由人ってイメージ。うん、うん、こう、うん、下手くそなの。なんて言うんですかね。優しい、優しいお姉ちゃん。いけん。うん、そうです、自由人で、うん、B は何ですか。いや、 B の人と仲いいかも、確かに。熱しやすく冷めやすいみたいな。うーん、が B？ うん、 A は、うん、リーダーシップじゃないですか。几帳面って言われる。うん、でも全然几帳面だったことないかも。なんかこだわりは、うん、几帳面になるとこはとことん几帳面になるけど、うんうん、別にならんとこはならんし。うん、好奇心旺盛やって。 B ですか。うん、確かに確かに。しかし、ルナさん、なんかパフォーマンスとかめっちゃなんかフチッと踊るタイプですよね。うん、性格にしたいかも。分かる、そういうとこ A って感じ。うん、確かに。うん、ケイトさんとかも絶対 A じゃない。え、どうなんですかね。AB ちゃうかな。え、どうやったっけな。やっぱ A と B を兼ね備えた。ケイトどっちやろ。これは絶対スプーンがいりますよね。
ビビンブな。ちょっとこのリーダーシップは王ちゃう。確かに。うん、こんにちは。サラダもうなくなる。今日はキャベツの千切りとキュウリのスライスとカニカマでオリーブオイルと塩で食べてます。こういうのがもう B ですよね。これ持ってくどっから持ってくの。なんかありました。ほんまに袋ちゃんとついてた。はい、袋ついてます。よかったよかった。出てるやつはやばい、うん、出てるやつやったらさすがに止めてたわね。うん、チーム離れちゃいましたね。 M 行ったらゆりなさん。え、チーム離れちゃいましたねって。チームもともと一緒ちゃうやん。うんですよ。 M 行ったらゆりなさんいると思ったの。あ、これはそうやわ。それはそう。え、めっちゃ意外じゃないですか。 B 君しかもキャプテンって、うん、めっちゃ意外。一番びっくりしてる。一番びっくりしてるよ。そらでもそれこそ青春とかめっちゃ好きやから、うんうんうん、そういう意味では合ってるかも。確かに。なんかフレッシュ次世代とかは、うん、多分そんな合わへんけど、うんうん、青春とかは、うん、それこそめちゃくちゃ公演とかもそれでテーマにやってたから好きかも意外と。めちゃくちゃ。めちゃくちゃどうなったんですか。なくなったよな。そろそろやるんちゃう。知らんけど、うん、勝手に言ってる。いつか復活したいけどね、うんうんうん。あ、ASMR。 こういう食うやもん。のどう M？ M ですか、うん、めっちゃみんなお姉さんなんで。そっか、だって大人やもんなみんな。はい、なんでいいですね、うん、大人やりたかった。うん、なんかなんうん、なんか落ち着くって感じですかね。うん、 M なんかけど妹の子多いんですよ。うん、なるほどね。年齢層は高めやけどみんな妹ってことか。そうです、そうです。確かにな、確かに多いかも。ゆいなさん、アメリカ、ゆいなさんがお姉ちゃんでしょ、うん、うんうんうん。お姉ちゃんいいと思っちゃう。うん、弟ですよね、うんうん、これが妹やったら、うん、相当お姉ちゃんにじめられてきた子やと思うね。何ですか何ですか。だってさ、甘えることもしんひんやん人に。確かに。多分甘えられる、甘え系の、うん、甘えれる性格の子ってさ多分結構愛情注ぐられてさなんか育ってきたイメージがあるの。たくさん愛を込められてな、うんうんうん、あ、個人の意見よ、うんうんうん、これは。でこれが妹やったらなんかもうあれじゃない、ジン我が道を行く。僕はおもろい、こんな感じです。もうザ・お姉ちゃんってよく言われます。確かに、もうゆうなちゃんお姉ちゃんって感じです。妹欲しかった。お姉ちゃん欲しかった。でもお兄ちゃん、うん、うん、お兄ちゃん欲しかったけど、ミルさんとかでもなんか姉妹って感じですけど、ね、ミルさんは真ん中やもんな、うん、そうなんだ、うん、うちもある。あ、やっぱ友達は妹多いですか。あー、一人っ子が多い。うん、うん、みんな一人っ子かも。え、珍しい。ま、一人っ子か上と下、うんうんうん、どっちもいるみたいな、うん、ここ多くて、なんかどうなるの。うん、ゆなくんのお姉ちゃんハワイを知ってる。知ってるんですか。え、知ってるんですか。見たことあるよ。嬉しい、うん、似てるよな。似てますね、うん、何個離れてんの。いいです。あ、いやいや、でも普通に気合うと思います。あ、ほんま、うん、合いそう。私基本合わへん人あんまおらん。確かに確かに。みんなと思う。ただ合わへん人一人だけある。一人だけでなんかあの人種、人種、あの何でも
なんて言うの、嫌味を言う人全員やんか、わからんわからん、なんかさ、あ、出会ったことはないねんけど、うんうん、なんかいろんなさこと見ててさ、あ、これ絶対打ち倒へんなって思う人は、うんうん、そういう人やな、わかる、まあ全員やんけど嫌味言う人、会う人おらんか、確かに、うん、やっぱネガティブな人ですかね、会わへん、なんか自分ぽいってばやかな、まあ切り替えてあげようと思いますけど、あ、そうやな、でもしんどくなるじゃないですか、ずっとずっとネガネガネガ、確かにネガティブな人が頼ってくれるのは仲良くなれるけど、うんうん、ネガティブな人が喋ってて、うん、意見聞いてもらえへんかったら、うん、なんか、うん、じゃあもう勝手にしてって思っちゃう、確かに、確かにそれはそうかも、しかもやっぱ人生楽しんでもん勝ちじゃないですか、間違いない、それはそうや、失礼します、ね、間違いない、そういうの最近気づきました、いやそうな、最近なん、うん、もう研究生時代はもう苦しんでなんぼと思ってました、わかりますよ気持ち、え、わからへん、もうなんか研究生の時は、はい、苦しんでなんぼとは思ってなかったかも、やったもん勝ちやと思ってた、だから何でもやってたな、なるほどね、うん、でもなんか正規になってからは、うんうん、やったも やる量じゃなくて質やな、わかります、はいはいはい、変わったかも、考え方一緒ですね、そんな感じやな、なんかさ、どう合ってないねんけど今日、なんでなんやろ、いつもと一緒の動んでくれたのに、ここやったら文字がぼやけてる、ここやったら見えるけど、あのまた小さいのつけてるんですか、うん、小さいのつけたらあかんねん、運動してる時、あ、そうなんですか、そうハードコンタクトやねんけど、そっちもめっちゃ見えねんけど、あの小さいのをつけるメリットは何なんですか、乱視やねん、うんうんうん、乱視のさ、ソフトコンタクトってめっちゃ高いんよ、うんうんうん、なんか、うん、そう、普通にマイナスなんとかプラス、うん、なんか角度、自分の目の角度と、うんうんうん、なんかこういうこっちの角度とかも合ってて、うんうんうん、乱視のコンタクトやから多分いつ普通のコンタクトより2倍ぐらいすんねんやんか、値段が、うん、えでもあのちっちゃいやつはずっと洗浄したら何年も使えるから、うん、怖いですけど、どう買えへんかったらな、だからある程度動画定まってきたらあっちつけててる方が安いのと、目に良い、目に傷つかへん、うん、ちっちゃいのがですか、涙で浮いてんねん、だからソフトコンタクトって眼球にこうへばりついてるやん、うん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 、でも涙出てるからこうやってちょっと離れてるよ、すごい、だからこれピッピッってしたらすぐ動くからバーンとか当たったらポロって取れちゃったり、うんうん、目の後ろ入ってくるから運動してる時はつけたらあかん、いや声の日はつけてこないと、うん、声の日はソフトコンタクト、うーん、うん、してるな、大変だ、だからさ、ドライアイの人はハードの方がいいと思う、あ、行きます、行く、はい、2人ともしてるんで、okay. 私がランキング見ます、はい、13位ケイタン、ありがとうございます、12位の気持ち、ありがとうございます、11位コジ、ありがとうございます、あ、めっちゃ鼻声になってきた、何15分経ったの、なっただった、ありがとうございます、9位ヨネ、ありがとうございます、8位ヒデヒデ、ありがとうございます、7位リクトさん、ありがとうございます、6位ダイちゃん、ありがとうございます、5位野原俊之介のすけ、ありがとうございます、4位浜野、ありがとうございます、3位アキ、ありがとうございます、2位ガンズ、ありがとうございます、1位翔ちゃんだわん、ありがとうございます、バイ、今日はユナと同じメイクさんなので先私が行きます、ごめんなさい、いやでも私も誘ったからでは皆さんありがとうございました、ランバラティー公演見てね、見てね、髪の毛の印象決めてないねんな、また一緒になるかもです、え、何が、何する、え、決めてないですけど、あげたいなと、あ、じゃあげられへんねん、なんでですか、あのベレー帽あったらさ、あ、うん、げられへんから、ま、なんかさ、一回やったことあんねんけどさ、ベレー帽であげてジャイコみたいになってさ、うん、確かにボコボコなりますね、そうやねん、ちょっとやめようと思って、なるほど、ありがとうございました、お邪魔しましたバイバーイ、かわいい、ありがとうございます、ありがとう、寂しくなった、こんにちは、あっという間に経っちゃった、
今日ナンバラエティ公演いっちゃんも早く食べて練習するわ。久々なんで。お寿司食べてる？ランキング見ます。13位、よしくん。12位、ぐりぐりパンジさん。11位、東くん。10位、はまま。9位、てつくん。8位、ひろとくん。7位、ひーたろ。6位、ばくくん。5位、ひごんなおくん。4位、さとみち。3位、えどがくん。2位、ぬくいくん。第1番なちゅんちゅんでした。ありがとう。なちゅんちゅんに燃えてる。3、2、1。なっちゅんちゅん、体調大丈夫かな？大好きだよ。元気になったかな、これで。ありがとうございました。練習頑張ります。バイバイ。